り千尋ちゃんだったんだ。そうでしょ？うん。よくわかったね。いろいろな世界を覗き見るうちに、そういう風にしている人がいるんじゃないかって気がついたの。それが誰なのかまではなかなかわからなかったけど。そう。そっか。異常な力の源はエマちゃんの方だったんだ。どういうこと？こっちの話。私のお話。あのね、お兄ちゃん。お兄ちゃんはそうは思っていなかったと思うけど、私のお話は私が考えて作ったものじゃなかったんだよ。それ、私が言ってもいい？見てたんでしょ？枝分かれした。そんな風に途中から思うようになった。ドンピシャだよ、それ。可能性のあるいくつもの世界のこと。前に私がお父さんたちが事故に遭っちゃうお話ししたの覚えてるよね。私はそういう可能性を見たの。予知能力に似ているけどちょっと違うんだよね。うん。だってどれが本当になるかわからないから。やりすぎてどれが本当になるかなんて全然わからない。お兄ちゃん、私途中から不思議に思うようになったんだ。本当じゃなくなっちゃう世界は一体どうなるんだろうって。だって私は確かに見たんだから。見たはずの世界、どこへ行くのかなって。誰かが消しているからなんだよね。
でしょ。ドンピシャ。うん、よく推理したよね、ほんと。だって、私、いつも覗き見していたから、暇だったし。お兄ちゃん、わかった？この世界が嘘の世界だって分かってくれた。可能性だけしかない、風船みたいに頼りない世界だって分かってくれた。本当は一つしかないから、だから消えるしかない世界だって分かってくれた。今のこの光景、見たことあるよ。変なのって思って少し詳しく見ることにしたんだけど、今その通りに進んでいる。私が今こんなことを喋っているのにも覚えがある。これから起こること、この世界では本当になる。エマちゃん、辛そう。辛いよ。本当は嫌。私だって本当はみんなと一緒が。けれど私たちは私たちの世界を守らなくちゃいけないから。私とお兄ちゃんの世界守らなくちゃいけないから。だから敵を倒さなくちゃ。千尋ちゃん、分かったよね。分かってくれたよね。こっちの世界は嘘だから。それに乗っている私たちはみんな嘘。本当にしてあげなきゃ。嫌だよね、自分が幽霊みたいな存在だったなんて。耐えられないよね、自分の生きる世界がなくなるなんて。我慢できないよね。だから千尋ちゃんを倒さなくちゃ。お兄ちゃんが、兄ちゃんが千尋ちゃんを倒さなくちゃ。
お兄ちゃんは私を助けてくれるよね。お兄ちゃんは私のヒーローだから。そっか、エマちゃん、本当の本当を知っちゃってるんだね。うん、じゃあしょうがないのかな。京介くんには辛い思いをさせることになるんだろうけど。本当に歴史を変えられると思う？ここまで来ればあとはわかるでしょ。私、知らなかったから。本当が何なのか。どこで私たちは枝分かれしていたのか。だから私の罪は。本当に？本当。だとしても、この世界はエマちゃんの思いでできているから。そうだよ、京介くん。だから本当は私も嫌だった。ううん、嫌になっていった。世界を消しちゃうこと、それ自体もそうだけど、それはエマちゃんの思いそのものだから。私が相手にしてるの、世界っていうぼんやりした概念じゃなかったんだよね。それは一人の女の子の思いだから、私はそれを摘み取らなきゃいけない。けどね、私は本当に好きだったんだよ。みんなのこと、エマちゃんのこと、私も好き。あんなことして、しようとして、信じてもらえないかもしれないけど、信じるよ。ありがとう、お兄ちゃん、千尋。ごめんなさい。私たち友達じゃん。
ういうこと？そう。エマちゃん、心の弱い人だから。弱い人って言い方は変かな。本当は強かったんだから。そう、弱って言っちゃったんだ。少しずつ削り取られていった。思いを消すたびに。そうだね。だってお兄ちゃんだから。そんなことないよ。そして今もそうなんだよね。記憶として思い出したわけじゃないの？ごめんね、あんなことさせて。けど、多分夢の中で改めて見ちゃったせいじゃないかな。昔と同じみたいに分岐する世界を見たんだと思う。それで、力の源はエマちゃんだとしても、中心にいたのは違う人だって知ってた。私以外で虫食いに気がつける人。ドンピシャ。